ピラと言った。中国が去年1月の3日月面に行きよったやろ。そこでえらいもの見つけたんや。いっぱい写真を撮りよったんや。そして世界のある筋にそれを示して、中国が月を支配した。このエネルギーを地球に持ち帰ったら俺らが地球を支配できると言ったんですよ。だからアメリカの攻撃が始まったんや。それを先のナチスの連中たちは使って漁夫の利を得ようとしたわけよ。こうできた話わかるやろ。話元に戻す。この素晴らしい宇宙にニュートリノをはじめエネルギーいっぱい溢れてる。ニュートリノを見つけたって言って日本の科学者がえらいノーベル賞をもらったということは、お前黙っとけという意味なんです。あれは言っちゃいけないという意味でね。そこでここから来るエネルギーを西堀という先生がここへ集めとんねん。おそらく本人どういうか知りませんが。ほんでこれが私たちの脊髄、背中の脊髄にドーン。ほんなら疲れてる人も元気になるし、僕は夜寝る前に1時間、朝起きてから1時間、昼ぼーっとできる時間あったらこう座ってるわけです。もっと言わせてください。78歳になっても元気ですよ。僕はこれは名医やと思ってんのや。名医、有名なお医者さん。これから医者もだんだんなくなってくる時代や。だから僕はある人にこの椅子を手に入れなさいと言ってるんですが、その椅子をそこに入れて、つまりピラミッドの真ん中に入れて音楽かけるわけよ。第三、その音楽がモーツァルトよ。モーツァルト。モーツァルトって皆さん今残ってるだけで何曲作曲したの？626だよ。わずか3歳か4歳でも作曲できたんです。ということは彼自身が作ったんじゃないですよ。3歳4歳どうして楽譜書けんのや。聞こえてくるんですよ。宇宙エネルギーが、宇宙のエネルギーと宇宙のリズムが、だから書いたんです。だからモーツァルトの楽譜今でも残っておりますが、モーツァルトの楽譜で訂正ないですよ。ベートーベンの楽譜ってもうガーッと歌詞でいっぱい書いてあるやんか。それは人間やから。モーツァルトで聞こえてくるんですよ。モーツァルトの音楽をここで聞く、椅子に座って。もう一つ、意志や。この宇宙のエネルギー、宇宙エネルギーを集めるところのできる意志が日本にあるのや。中国にもあるけども完全じゃない。日本の意志は完璧や。爆飯石っていうんや。爆は何や？麦や。飯はお米や、ご飯や。爆飯石、岐阜県にある。そこだけや。そっからの意志を僕は今注文してて、このピラミッドの、これが大きな大きなピラミッドとすればやで、ちょっと持ってくださいますか。ここに僕がおって、椅子があって、モーツァルトを聴く、それとともにこの周りに、下に弾くと高いからこの横へ爆飯石を弾こうと。ほんだら宇宙のエネルギーが、音楽とともに宇宙のエネルギーが意志によって吸い取られる。ありがとう。宇宙のエネルギーを集めている生き物がおる。うなぎだ。なんでうなぎはうまいんじゃないです。なんでこんなエネルギーがあるんや。それから九州でも食べる人おるでしょうけども、麹ちゃう、うつぼ、すみません、うなぎ、うつぼ、マムシ、すっぽん、この4つ昔から日本には知ってるわ。それはものすごい力ですよ。うなぎでも。それは何でやけど、宇宙エネルギーを受け取るから。植物もそうです。宇宙エネルギーを受け取る。もう一つ、海藻、海の中におる生き物ね。あれ見たら、なんでこんな海の中にこんな海藻が生きとるんやとか皆さんびっくりするでしょうけど、あれは宇宙エネルギーによって生きとるんです。海藻は全部。だから海藻を食べるとものすごい健康になるじゃない。
地面の植物もいいですせ。だけど海藻も我らをもっと元気にしてくれるな。そういう知恵が必要なんですよ。ちょっと偉そうに言うと、あなたに必要なんだよ。何にも知らん、テレビや新聞見てもさっぱり分からへん、騙されてるだけや。しかしこうして解いてくると、ああそういうふうに人間というものは生かされてるんやなっていうのが分かるわな。まあ後半まだまだお話申し上げたいことがありますけど、今日明松さんという人が一緒に来てくれたんです。明松さん、どこにいらっしゃるの？声聞いよ。この人僕と同じように頭がちょっとハゲてるんですけど彼が後ろに追ってくれて、パンフレットなんかも配って思いますが、もう一遍言いますけど、買う必要ないですよ。じゃあほんまに僕はそう思われたら嫌なんです、僕はね。でただ必要ならこういう生き方が、誰も言わない生き方があるということをしてほしいから、さっきの工事の話と今椅子の話をしたわけ、うん、この人僕の教え子なんです。僕は高等学校の教師をしてました、11年間。その時彼は生徒やったんや。今度はいつの間にかハゲてきよったんや明るい松と書いて明け松と言います。これから少しの間休憩させていただく中で、いろいろ皆さん聞いたらいいと思います。ぜひ健康のうちに、これからの時代14万4千人の中に入って生きていったらいいじゃないですか。そういうの。では休憩します。ありがとうございました。